で4等分にして中に入れました。はい、手先を肩にかけておきまして、はい、タレを上端を少し折りましたら、はい、このまま左の、はい、襟肩の丸にまで行きまして、ここを直角に押しまして、はい、このまま力を入れずにまっすぐに折りまして、はい、ここで、はい、真半分に折りまして、4等分に折った手先を下に下ろしまして、はい、この上に、ね、この手先を上にかけまして、はい、3本全部かけます。一度、はい、そうしましたら、はい、4等分の手先を肩にかけまして、はい、ここで入れ込みまして、はい、3本、表から3本目を、はい、この後ろに、はい、移動させて、はい、もう一度肩にかけておきます。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、タレ元を、はい、一応しっかり引きまして、はい、帯板の上に、はい、きちっと乗せる感じを作ります。はい、そうしましたら、ここに2本のゴムがあります。はい、ここで、はい、タレ先を、はい、このように丸くしましたら、はい、ここでだいたい手幅1つのところに中心を折りまして、はい、山、耳、はい、山で耳というふうに、はい、このように輪が3つ、はい、端が、耳端が2つのこのようなひらを作りましたら、はい、ここで表から1本目にこのように入れておきます。これは手で形を変えますので、はい、ここで、はい、置いておきます。はい、このままここの輪を開きまして、はい、ちょっと止めておきます。はい、この中心を、はい、ここで、はい、この中心を、はい、掴みましたら、はい、ここで真半分に折りまして、はい、ここで真半分にしたところがこの帯の中心になるようにします。はい、そして両側の耳端を上に折りましたら、はい、ここ輪が1つ、耳が2つです。はい、ここで、はい、布の帯の端をきれいに合わせまして、はい、この輪のところに合わせて中央に引くようにいたします。はい、はい、少し大きめの長い羽を作りたいと思いますので、はい、このようにしましたら、はい、2本目の紐に、はい、下から、はい、通します。はい、そうしましたら、この後ろはこの際の方にゴムをかけて、はい、このように下ろしますと、はい、帯が固定しますので、はい、このように作ります。はい、こちらの方も、はい、際から開きまして、はい、この延長線上で、はい、この端と端をこのようにつけまして、はい、今入れた1本目に同じところに
はい、この羽を通しまして、はい、できるだけこう端に行くようにしますと帯が固定しますので、はい、表面だけを引いて、はい、割と大きめの羽に、この形を作ります。はい、ここまでできましたら、はい、今交差したところの土台を作ったところに、はい、枕を乗せますので、しっかり持ち上げまして、はい、背中しっかりつけまして、はい、枕をいたします。はい、帯編みも、はい、そうしましたら、はい、このように、はい、大きめの羽ができましたので、はい、これをいたします。はい、ここで一度、はい、山をきれいにして、はい、ここに帯の上端ギリギリのところに、はい、帯締めをしまして、帯締めをしましたら、はい、この端を上に上げまして、折ったまま、はい、ここでこのようにしましたら、ここを押さえます。で、ここ開いて、でこれを中心に下ろしまして、はい、このまま、はい、このように片方を通しまして、はい、こんな感じで、はい、広げまして、はい、先ほどのひだは手前だけを引きまして、はい、このように少しバイアス状にしまして、はい、作って、はい、かわいいイメージにいたします。